前橋店別館高崎店スポーツファッション館株式会社スズランは群馬県前橋市に本社を置き前橋市と高崎市に店舗を構える百貨店である日本百貨店協会及び全日本デパートメントストアーズ開発機構に加盟する第二次世界大戦に召集されて大日本帝国陸軍の東部40部隊に入隊して 千島列島の占い森島に配属されたことから、シベリアに抑留されていた渋沢公平が1947年6月に復院、戦前に伊勢崎名船を東京で販売した経験を活かし、自宅を拠点にして東京や関西から生地を仕入れて小売店に販売する繊維卸売業を行ったのが始まりである。同年9月に、 公平の弟である武氏が福音してからは、兄弟で力を合わせて、業用を拡大し、1948年に、前橋市千代田町に、繊維類の卸、小売業の店舗を開業して小売も手掛けるようになった。しかし、この開業当時は、物資が不足していたことから自由に販売できない、統制経済が続いており、麺の生産が盛んだった東京。 ごう市で製造業者から直接仕入れて150缶を所持していた武氏が、不っさ駅で、統制物資の取り締まりにあって、不っ警察署に連行され、商品を押収される事件も起きている。こうした、専用卸売業を営むことで資金を貯めて、5年計画で医療品店を出店することを目指していた。1952年6月19日、資本金75万円で、 有限会社スズラン医療品店を設立し、同月に前橋市千代田町に約8畳ほどの小規模な医療品店を開業した。開業時からジャンパーやズボンなどの外出に使う上着類も扱っていたが、戦後の経済難とベビーブームが重なっていた時期であったことから、当初はメリアスの肌着をわずかントほどの粗利益で販売したことが人気を呼び、その販売が 初期の売り上げの多くを占めることになった。また、この当時は営業時間も特に決めず、買い物客がいる間は店を開けて販売することにしていたことから、午後10時過ぎまで営業することがほとんどであったとされている。こうした営業姿勢が評価されて、売り上げが順調に伸びたことから、人気の商品を仕入れて品揃えを拡充することを目指し、 医療品の集積地であった大阪からの仕入れに踏み切ることになった。だが、地方の振興商店で特に大阪の繊維問屋との間で人脈も取引もなかったことから、武士が現金を持参して仕入れを行う形をとった。ところが、治安の良くなかった戦後の混乱期に多額の現金を持ち歩いていたことから、大阪の繊維問屋で仕入れる商品を品定めをしている間に、 カバンの中に入れておいた現金を同じ形に切られた新聞紙にすり替えられ当時の資本金を超える79万円を盗難される事件に巻き込まれることになったこの事件により多額の損失を被ることになったがその時の繊維問屋の主人が気の毒に思って現金での支払いなしに商品を仕入れることを認めたため紛失した金額を超える約100万円の仕入れを行い 商品を店舗に持ち帰って販売することが可能になった。1954年5月に店舗を増築したのを皮切りに初の支店となる沼田店を出店し、さらに同じ江橋七代田町内に第2営業所や第3営業所を開店して売り場を拡充し、売り上げの一段の拡大を目指した。こうした事業の拡大に伴って新店舗の開設費用などで、 銀行融資が必要になっていったが、融資を申し込む以前に取引がなかったことから、信用がなく、当初は定期預金を開設するなどして、関係を築くことを、公員から勧められて、融資が受けられなかった。こうした融資を断る姿勢が、多くの銀行に共通して見られたことから、公平は、行商上がりというイメージの悪さが影響していると、考え、社会に貢献する。 企業イメージが必要だとして、商品を通して社会にご奉公との言葉を全社有者のボディに書いて走らせることを試みた。ところが、社会主義、共産主義思想を排斥する、レッドパージの時代であったことから、このキャンペーンが、スズランの経営者は、社会主義者との印象を持たれ、銀行との取引には効果を発揮しなかった。そこで、今度は、 地元の銀行の株式を取得することで取引を目指す方向へ転換し新聞に掲載する自社の広告の片隅に銀行の株買い足しとの言葉を加えたところしばらくして同行の本店から電話がかかって接衝に応じてもらうことに成功したこうして実際に同行の株式を取得して株主になるとともに銀行取引を始めることに成功した 銀行の取引開始の際の幹部との面談などを通じて銀行員が財務面を中心に企業の経営について深い知識を持っていると感じ、公平は足利銀行に勤務していた末程の広氏を1955年に入社させて財務などの能力を取り入れることになった。この銀行取引の開始前後から百貨店を開業することを構想し始め、 渋沢公平の出生地に近い高崎市群元町の旧前橋地方裁判所高崎支部跡地の取得の目処が立ったことから同時に百貨店を開設する計画を本格化させることになった。そして百貨店開業資金を地元に本店を置く主力銀行が中心になって融資を受けることで上達し計画を進めていった。しかし、 当時の年間売上高に匹敵する水準の高額の融資となることから、それだけでは約5億円ほど不足する見込みとなり、他の銀行にも融資を依頼することになった。だが、一部の銀行が計画していた1億円の半分の5000万円しか応じられないとの回答で、希望額への上積みがなかなか進展しなかったため、本店に訪問して融資を引き出すなど、 資金調達は難航の末に、ようやく計画に達した。そうした資金面での制約を乗り越え、1968年1月に百貨店法による営業許可を受け、スズラン百貨店高崎店を同年11月15日に開店し、百貨店事業に進出した。この百貨店の開業に伴い、当社は従来から強みを持つ医療品などだけでなく、地下に 食料お品売り場を開設することになった。しかし、当社には食料品を扱った経験がないことから、スーパーマーケットに勤務していて市場などでの仕入れも、担当していた渋沢公平の長男である渋沢洋一が当社に入社し、その経験を活かして、食料お品売り場の開設を担った。当社の高崎店より約4年ほど先行して、藤子が百貨店を開業していたが、 順調に売上を伸ばしたことから、この出店は成功したとの評価を受けた。しかし、1976年3月に日位が開店したのを皮切りに、同年4月16日に大英高崎店、翌年の1977年に高島屋が進出するなどの全国大手流通資本が進出し、高崎市の大型転換で激しい競争が繰り広げられることになった。 この大手スーパーや百貨店の進出によって、高崎市は過剰出店状態に突入し、1976年には2月の十字屋高崎店と8月の緑屋高崎店と大型店が相次いで閉店して撤退することになった。さらに、富士号も伊勢丹の支援を受けて店名を変更して営業を続けたものの、1985年8月に、 閉店して撤退に追い込まれ、同年に前橋市でも全3百貨店が閉店したことから、当社は高崎市と前橋市の双方で唯一の地場資本の百貨店となった。この旧富士後の閉店と撤退を受けて、当店が次に撤退に追い込まれる危険性があるとの認識から危機感を抱き、東京の最先端の流行の高級品のみを追いかけることなく、 地元の群馬県民のニーズに合わせた商品を揃える大衆百貨店路線を取ることになった。そうした路線が功をそうしたのか、群馬県外から転居してきた人々に多い、高崎市で高島屋を好んで利用する買い物先の第一位に挙げた顧客も、前橋市で西部を好んで利用する買い物先の第一位に挙げた顧客も、実際には当社の店舗で購入する傾向が生じるようになった。 もっとも当店に来店した顧客が実際の買い物は日位で行う比率も高まっており、この大衆百貨店路線は量販店への顧客流出にもつながる面もあった。また、その一方では、旧富士号の閉店した1985年に前橋市本町に本社ビルを建設して、総務、経理部門を集約、統括する体制を構築。 1987年に高崎店にインテリア別館を開設して増床したのを皮切りに前橋店婦人靴別館の開設に踏み切るなど積極的な設備投資を行った。さらに、1986年に準備組合を設立して事業化が進められた旧朝や百貨店跡を含む前橋市千代田町2丁目八番商店街地区第一種市街地。 再開発事業では当社も各店舗として出店する候補の一つとなって1989年11月に準備組合とスズランはキーテナントの出店確認書に調印し同事業で建設される地上10階建ての再開発ビルに各店舗として出店することになった。この新店舗は 延べ床面積約5万3千平方メートルのうち約2万8000平方メートルを占める各店舗として当社が出店し、前橋市の中心市街地の商店街と共存しながら、群馬県内全域から集客できる県内最大規模の店舗とすることを目指しつつ、競合する百貨店の進出の阻止も狙ったものであった。前橋市を含む地権者19人が組合を設立して、 再開発ビルを建設、地権者の権利部分を除くビルの大半を不動産会社に買い取ってもらう計画で、1990年1月26日にコード利用地区として都市計画決定を受け、1991年1月にも着工する予定で進められていた。ところがバブル期の地下や建設費の高騰から、 当初の予想を大きく上回る投資額が見込まれ、ビルの大半を購入する予定であった、不動産会社と地元地権者側の間で、価格交渉が折り合わず、当社と不動産会社との間でも、金額をめぐって大きな食い違いが生じることになった。そのため、地権者全員の合意が得られないことなどを理由に、準備組合は1991年4月に、不動産会社と、 交渉を打ち切るとともに当社との出店確認書も解除し、この出店計画は白紙撤回となった。この解約に至った時点では、当社の売り上げも順調に伸びており、融資を受けて出店計画を継続しようという意見もあったが、渋沢公平などの判断で出店を止める決断を下した。なお、この前橋市千代田町二丁目八番商店街地区第一種市街地、 再開発事業は、その後も、事業の継続を目指していくつかの案が検討されたが、前橋市も1996年6月に、事業継続を断念して継いでいる。この出店計画の中止を決めた、翌年の春から、当社の売り上げも伸び悩むようになり、バブル崩壊と呼ばれる不況に突入したことから、この判断は、当社の業績悪化を防ぐものとなった。その結果、 リーマンショック後の2009年8月期2967年8月期以降で初の最終赤字に転落するまで黒字経営を維持し高崎店は群馬県内の百貨店では第1位の売り上げを誇る地域一番店の座を維持するなど顕著な業績を保った一方で前橋店の移転計画を断念したことから前橋店は高崎店を 売り場面積で約4200平方メートル、売上高で約40億円に下回り、都市の人口規模の割に、売り上げが伸び悩む形となった。そこで、旧丸井前橋店跡を2000年に購入して、改装し、2002年2月27日に、新館を開設し、前橋店を高崎店並みの売り場面積へ拡張した。また、高崎店についても、 店舗の東側に隣接する約3090平方メートルの土地に地下2階、地上8階建て延べ床面積約3880平方メートルの建物を増築して2階以上の部分を接続し、店舗面積約1万平方メートル増やして約1.5倍となる約3万平方メートルに大幅に増床する計画を立てた。 既存の店舗と増築部分との間に指導があって、この計画の実現の際に法律上のネックとなっていたが、2007年6月12日に高崎市議会定例会で指導認定から外すことが議決され、障害が取り除かれる形となった。しかし、この高崎店の増築計画は店舗に隣接する立体駐車場パーク500の運営会社、 立体駐車場整備が2008年に破産して、破産管在人が管理する不安定な状況となったことや、2009年8月期2967年8月期以降で初の最終赤字に転落したことなどが影響して延期されることになった。そのため、2010年3月中旬に新設した関連会社エムロードがパーク500を同駐車場と連結している。 オフィスビルと共に取得し、他社に取得されて駐車場の利用が困難になって、営業に支障が生じる恐れを排除することになった。これにより、高崎店の駐車場が事実上増える形となったことや、リーマンショック後の消費の低迷が続いていることなどから、増築部分の駐車場を減らすなど計画を見直すことになった。こうした主力店舗の増床を進める一方で、 伊勢崎市に出店していた、スズランギフトファッション伊勢崎店を2006年8月1日に閉店するなど不採算事業の見直しも進めている。しかし、高崎店のスポーツファッション館を2018年1月28日に閉鎖するなど順調とはいかない状況である。2018年11月、前橋店を含む千代田町2丁目の再開発計画の概要が発表され、 2021年に前橋店の移転方針が表明された。高崎店は2017年の耐震診断により、震度6以上の地震に対して倒壊する危険性が高いと診断され、早期の回収が望まれた。こうした中、2020年に本館の建て替え並びに店舗周辺の再開発を計画していることを明かした。店頭で販売を担当する社員が自ら、 仕入れ業務も行う伝統的な営業形態を維持している。そのため、店員の商品知識が深まると同時に、売価も自社で設定することがしやすい状態を保っている。さらに、この、商販一致は、好みを熟知した仕入れにより、顧客との関係を強化することにもつながっており、地元の県民のニーズに対応する、大衆百貨店路線を実践する基盤となって、 高崎市の高島屋と前橋市の西部を好んで利用する買い物先の第一位に挙げた顧客も実際には当社の店舗で購入する傾向が生じるようになった。また、毎年4回合計約8000人の顧客から要望や意見を集めたお客様の声を店員に配る仕組みも導入しており、そのうちの約20%を占める苦情を含めて従業員に伝え、 顧客への徹底的な対応により、顧客満足度の向上を目指している。渋沢公平が1948年に、1000衣類の卸、小売業の店舗を開業、1952年6月19日に、資本金は75万円で、有限会社すずらン医療品店を設立して、同月に約8畳ほどの小規模な医療品店を開業した創業の地である。 前橋市千代田町に所在する店舗である。また、1985年に建設した本社ビルは前橋市本町にあり、当店はその近くに所在している。なお、現在の本館は1962年5月に開設された第2営業所で、1982年5月に開設された第3営業所で、スポーツファッション館として営業していた別館そして、 第一営業所として開設されたシューズ館の3館で構成されている。近隣で進められていた前橋千代田町二丁目八番商店街地区第一種市街地再開発事業に参画し、同事業で建設される地上10階建ての再開発ビルの延べ床面積約5万3000平方メートルのうち約2万8000平方メートルを占める各店舗として、 店舗の移転をすることを目指したこともあった。ところが、1989年11月に準備組合と出店確認書に調印したものの、1991年4月に準備組合が出店確認書も解除して、この計画が白紙撤回となったことから実現しなかった。この出店断連により、高崎店を売り場面積で約4200平方メートル少ない、 ことなどが影響して、売上高で約40億円に下回って、都市の人口規模の割に、売上が伸び悩む形となった。そこで、代わりに、旧丸井前橋店アートを2000年に購入して、改装し、2002年2月27日に、新館を開設して、前橋店の売り場拡張を行い、同年に、本館も改修して、高崎店並みの売り場面積へ拡張した。 JR 前橋駅北口にあった伊東洋角前橋店が2010年8月16日に閉店する際にその店舗後にできる商業施設の1階に約1500平方メートルで別館となる店舗を出店して地下1階の約2640平方メートルで出店する地場資本のスーパーフレッシュとともに各店舗となる構想が閉店直前の2010年8月に 発表されたが、再三面の問題から同年10月に、白紙撤回となって実現しなかった。11月15日に、駅板が開業した。2004年1月29日のリビン、前橋店閉店に伴い、前橋市内唯一の百貨店となった。当社初の百貨店として開業した店舗で、創業者、渋沢公平の出生地に近い旧。 前橋地方裁判所高崎支部跡地に立地している。約4年ほど先行して開業していた富士五が百貨店に対抗しながら順調に売り上げを伸ばし、群馬県内の百貨店では第1位の売り上げを誇る地域一番店となった。1987年にインテリア別館を開設して増床した。1998年にはスポーツファッション館を開設し、 三観光成になった。隣接する立体駐車場パーク500は2010年3月中旬に新設した関連会社エムロードが連結しているオフィスビルとともに取得した。既存の本館東側に隣接する約3090平方メートルの土地に地下2階、地上8階建てのべ床面積約3万8 8十。 平方メートルの建物を増築して2階以上の部分を接続し、店舗面積約1万平方メートル増やして、約1.5倍となる、約3万平方メートルに大幅に増床する計画があったが、パーク500の取得により駐車場が事実上増えたことや、リーマンショック後の消費の低迷が続いていることなどから、増築部分の駐車場を減らすなど計画を見直すことになった。また、 本館の耐震強度不足が指摘されており、早期の耐震改修等が望まれている。会社設立前から創業者、渋沢恒平の弟、渋沢武志が片腕となって事業を拡大し、当社の基礎を築いた。さらに、足利銀行に勤務していた末弟の渋沢博史も1955年に入社して、財務など知識を活かすとともに、高崎店の開業とともに、 初代店長となって軌道に乗せ、1989年8月に渋沢公平が相談役に退いた際に当社の二代目社長に就任した。渋沢公平の長男、渋沢洋一は高崎店の開業時にスーパーマーケットに勤務していて、市場などでの仕入れもしていた経験を活かして、食料を品売り場の開設を担当し、2001年11月に三代目。 社長就任した。創業者、渋沢康平は一番優れた人がリーダーになってほしい。身内に固執することはない。と述べているものの、渋沢博士を高崎店長時代に実績を残して、社員の信頼が厚いとして二代目社長に就任させ、能力がなければ継がせるわけにはいかない。社員の誰もが認める実績を残してほしいとの言葉を投げかけていた長男。 渋沢洋一を三代目社長に就任させており、実際には渋沢一族による同族経営が続いている。ありがとうございます。